私は研究対象としてですね、椅子をはじめ20世紀に生まれた美しい日用品というものを研究資料として約半世紀以上いろんなものを収集してきました。でそうしたものをやっぱり日常生活の中で使うことっていうことを第一に考えてましたから、この家を設計するにあたって使いたい家具、椅子だけでなくてテーブルとかキャビネットとか、あるいは照明器具であったりとか、そういったものを、自分が、こういう森の中に住むんであればこういう、構造で、あるいは、窓から見える景色はこういうところがいいなというような思いがたくさんありました。で、そもそもこの土地を購入するにあたっては2年間所有者の農家の方と交渉してやっと入手をして、そしてどこに配置をするかとか、そういったことを決めるために、土地を手に入れてからは、1週間に1度ぐらいここに森の中に足を運んで、大学が休みの時にはお弁当を買ってですね、でこの森の入り口のところで、お弁当を食べながらいろいろ構想を練ってきたわけです。で、たどり着いたのが、やっぱりその研究資料を日常生活で使うということを大前提に、家具を、主人公として、家具ありきの空間、あるいはその空間の広さであったり、そういったものは、好きな家具を配置してみて、どれぐらいの、内部空間が必要なのかということで、最終的に1階2階総2階なんですけれども、斜面に立つコンクリートの住宅に至ったわけですけれども、約450平米ぐらいありますけれども、半地下の部分は全部収蔵庫として、日常使う家具を時々入れ替えるための予備の家具を地下に収蔵したり、あるいは日用品のさまざまなものがあります。それから図書も、1万冊を超えるようなものがあります。そういった資料を、全て、身近に置いて、いろんな、原稿を書くときにもですね、そういうものをすぐに紐解くことができる、あるいは実物を見ることができるというような、研究室を兼ねた住宅というふうに言ってもいいと思います。家具ありきの内から外への発想ですね、家具の配置によって、リビングルームの広さが決まり、そして各寝室にはどういう家具を置くかということで各寝室の広さも決まるということで、家具から割り出していった、全体の箱の容積が出てきたわけですね。そんなことで今、20年目に入ったところです。なぜこんな森の中に家を建てたかっていうと、私は、中学1年の時に初めて山の中でクラブ活動でキャンプに行ったんですね。でその時以来そういう森の中っていうことの面白さ、あるいは怖さ、楽しさ、そういうものが自分の中に芽生えて、森の中の生活っていうものがいかにこう豊かなものなのかっていうことを若い時代からずっと身についてましたから、北海道に移住をするっていうふうに決まった時に街中に住むという発想がなかったんですね。もう関西で十分
大阪のど真ん中に事務所を構えて、長く30年ばかり住んでましたから、もう北海道に行くんだったら自然といい関係を構築できればいいなっていうことで、それで、ここに、5000坪の森なんですけれども、なかなか大変でしたけれども、きれいに手入れをした森っていうのは風通しもいいし見晴らしもいいし、散策を、家内と一緒に散策をしたりですね、愛犬と一緒に、森の中を歩いたりっていうことも本当にいい思い出でした。このうちの森の奥の方が全部皆伐されてしまったもんですから、本当に小さな小さな森になってしまったんですけど、それでも、いろんな動物はやってきます。小鳥も一時はちょっとハンドフィーリングができる、手のひらから餌を与えたり、あるいは唇でひまわりの種をくわえて上向くと鳥が花のところに止まってそのひまわりの種をくわえていくとか、ちょっと考えられないぐらい野生の生き物とのいい関係が構築できたんですね。だけどもあんまりにもやりすぎてもいけないなっていうことで、もうハンドフィーディングなんかはやめましたけれども、そういうフェザーズフレンズ、翼を持った友達、そういうものでどれほど気持ちが和やかになれるか、慰められるか、本当にこの森は毎日毎日感動があります。だからここはもうどんな高級なホテルよりもこの家が一番いいですね。部屋の手入れをすることも自分の精神安定剤というか、精神の安定を保つには、そういう掃除が一番いいなと思ってるんです。だから心の乱れは部屋の乱れとかって言われる方がいますけれども、やっぱり部屋が乱れてると僕はもうとてもじゃないけども嫌ですね。だから使ったものは必ず元の位置に戻すっていうことは心がけています。お掃除ロボットとかですね、いろんなその便利な家電製品とかそういうものがどんどん出てきますけれども、私は常々ちょっと不便ぐらいの方が人間にとっては、あるいは人類にとって一番いいんじゃないかなと思ってます。あまりにも便利な方向へ行ってしまうと、もうそれは退化という方にどん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 、近づいてるわけですね。ですから便利は退化の第一歩というふうに、僕はもう大学で教鞭取ってた頃からよく学生に言いました。ほうきでやって、ちり取りでちゃんとゴミをすくってきれいにした後、また掃除機とは違う達成感があります。私の家は一般の家庭と比べると異常に物が多いです。これは研究資料として購入してきたものがもう大量にあるわけです。資料だけでも数万点ありますから、そういう中で、日常生活で使いたいと思うものは、部屋の中に置き、眺め、めでて、それに対する愛着というか、精神的な豊かさというものが得られるわけですね。で、これがもし非常にチープな没デザインなものであったり、あるいは、ファストファニチャーであったり、あるいはコピーであったり、イミテーションであったり、そういうものがもしこの家に入ってきたら、多分それは違和感が生まれるんじゃないかと思います。そういうものが入ってきた時には、私のところにある家具はもうほとんどが半世紀以上前、古いものは80年90年前のものが
今現役で家の中で使われてるわけです。それは言い換えるとそれだけ生き抜いてきたものの力っていうのがあるわけで、そういうものを使うことで、やっぱり精神的に満たされる、そういう部分は間違いなくあります。それから本当にいいもの、本物と言えるようなものっていうのはですね、人に振る舞いを要求してきます。ですから例えば今私が腰掛けてるこれハンス・ウェグナーのスイベルチェア、キャスターがついたスイベルチェアですけども、本当に美しいし、機能的でもあります。あるいはあのフィンユルの家具が家にはたくさんありますけれども、そういう椅子に腰掛けるときにやっぱりそういうものに敬意を払うというか、あるいはそれをデザインした作家の人に対するこう敬意を払うというような意味で、こうした名品と言われるようなものを使うときにはそれに合った振る舞いというものを自分でも心がけるようにしています。これはある意味すごく大事なことではないかと思うし、そうやって大切に使うことでより愛着が湧いていくわけですね。ですから、間に合わせのもの、そういったものはうちの玄関をまたいで来ることはないですね。物の寿命っていうのは素材の寿命と構造の寿命と機能性の寿命と、それからあまり、日本では問われない部分ですけども、デザインの寿命っていうのがあるんですね。飽きのこないデザイン、普遍的なデザイン、そういうデザインの寿命というこの4つのどれ一つ欠けててもものとしてはすぐに寿命が尽きてしまいます。ですから、そういう素材、構造、機能性、デザイン性、のその寿命っていうものは全てを備えているもの、それがまあ私が言うところの本物ではないかなと。そういう本物を最後の最後まで使い切るということですね、大切にしながらというような話をあるデンマーク人の、これはハンス・ウェグナーミュージアム の学芸員の家に招かれて、夕食を共にした時にこんな話をしたら、もう一つあるって言われたんです。で、はてなと思った彼はパッションだですね。それを作る人の情熱、あるいはそれを手に入れた人が情熱というか愛着を持ってそれをずっと使い続けていくという、そういうパッションがなければならないっていうことを言われて、これには私も本当に参ったなと思いました。だからデンマークの人たちというのはものを非常に大切にします。だからヴィンテージでオークションなんかに出てくる家具も半世紀経ってもあまり傷がついてない。それぞれに僕は愛着があるし、どこで買ったのかっていうことも、いつ頃買ったのかっていうのも大体は覚えてます。それはなぜかというと苦労してるから、自分でコツコツと働いたお金だけで、これまでやってきたので、そういうその身銭を切るということ、これは自分に対する投資でもあるわけです。それが今の自分を形作ってると思ってます。だから僕はいかにその後世の若い人たちにデザイン文化遺産として、あるいはその本物とはどういうものなのかということを、実物をご覧になっていただいて、やっぱしファストのものとは全然違うなっていうことをちゃんと理解してくれれば、そうしたことの積み重ねが多分
一人一人の生活文化を高めていくことにつながるんじゃないかなと思ってます。本当に必要なものを必要なだけ買うっていうような暮らし方とか、あるいは働き方でいうと、今リモートワークがどんどん中心になってますから、自分の生活空間で、仕事もやる、つまりその仕事と暮らしのバランスをいかによく保つかっていうことが、やっぱり自分の生活空間っていうものを、そこが仕事の場になったとしても、より良い、居心地のいい空間で仕事ができるように、あるいは仕事が終わればそこで家族がだんだんできるような、より良い生活空間が生まれるような、まあ、それの一つの、お手本というか、それが僕はデザインミュージアムではないかなと思ってるんで、デザインミュージアムっていうのは身近な生活用品を集めたものです。デザインっていうのは大量に作られたものがデザインの本質でもあるわけで、どの家にも人工的に作られたデザインされたものが、豊かな人も貧しい人の家にも、もうみんなの家にあるわけです。ただそれがいいデザインなのかいい品質なのかによって、簡単に捨てられたり、あるいは長く親から子へ孫へと、一生ものではなくて二生三生ものになるような長い寿命を持ったものが大切に受け継がれていくのか、この差は非常に大きいと思ってます、うん。まあ、この家をできればね、ライフデザインミュージアムみたいに生活空間として残していけたら本当は一番いいなとは思ってます。デザインミュージアムができれば、そことここと両方をうまく、セットでですね、姉妹館みたいな形で、できればそれはそれでいいなと思います。その生活空間を見せるケーススタディハウスとして、ライフデザインミュージアムとして、そういう形で公開できたら一番いいなとは思ってます。まあこれは、まあ、夢のまた夢ですね。まあ僕もね、その75歳になって、自分が何のために生を受けてこれまで生きてきたのかっていう、人としての役割っていうのがもうはっきりと分かるわけです。自分がここに生まれてきて、これまで生かしていただいたのは、やっぱり後世にこういうデザイン文化資産を残していくことが僕の役割だったんだっていうことは、もう本当に今実感しています。だからミュージアムを作ることができるかどうかっていうのは、これはもう後の世の世代の人たち、あるいは東川町が、どういう取り組みをしてくれるかにかかってます。僕個人の力ではもうできない。だけども自分がやれることはもう精一杯やってきました。自分の人生をほとんど全てを傾注してこれまでやってきたんでね。だから人にはそれぞれ生まれてきた理由、それが必ずあるんです。いまだに少しずつでも、これは貴重だからと思うものは、なんとか今自分で手当てできるものであれば買い支えて後世に残すようにしていこうと思ってます。こういうことは本来個人がやるんじゃないんですよ。大企業であったり、ある自治体であったり、国がやるべきことです。日本は先進国の中で唯一まともなデザインミュージアムを持ってない国ですから、もうそれは僕の20代の頃からのある意味反骨精神で、なぜ日本にデザインミュージアムがないんだっていうことで、なんとか作りたいっていう思いで、もう20歳代からその
志は持ってました。もっともっと20代30代の人をね、入れていただいて、そういう人たちに私の得た知見とかさまざまな知識、そういったものを伝えて、ものはあくまでもものでしかないんでね、そのものの由来であったり背景であったり、そういうものをきちっと今のうちに伝えていく、残し伝えていくということがもう今の自分の役割と思ってるんで、ある意味自分のこれまで生きてきた生き方は間違ってはいなかったなと思います。こういう文化事業っていうのは日本ではなかなかハードルが高い、本当に。だけども、そこで諦めてしまったらもう終わりなんでね、諦めないで自分の志を受け継いでくれる人をとにかく一人でも多く見つけて、賛同者になっていただいて、なんとか、デザイン文化遺産、もう本当に20世紀の名品がたくさんありますから、後世の人たちにそれを残したいっていう思い、それだけですね。